沢田の立体殺法、ショルダースルーを見事に着地、そしてその後カンガルーキックを奪います。ブレンバスター、レインメンドーサのブレンバスターが決まった。浜田がダウン、浜田が軽快に攻め込んでおりましたが、レインメンドーサがブレンバスターを見舞いました。これは強烈でありました。リングの中央、もう一回か、浜田がかわす、浜田がバックからかわす、そしてジャーマンスープレックスホールド、これは強烈だ。カウント3つ、そして浜田、いや佐山が抑え込む、佐山が抑え込む、コンビネーションを駆使している。レネグハルトを捕まえるか、佐山、佐山が捕まえるか、ダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス、これはどうだ、これは決まった、決まりました。一本選手、見事な立体殺法コンビネーションプレー、日本チーム一本選手。今夜のワールドプロレスリングはメキシコシティタラシオデロスデポルテスからお届けしています。ご覧いただいている注目のタッグマッチ、1本目は日本チームが見事なコンビネーションプレーで先取、2本目はパッケージホールド、さらにはメキシカンストレッチの妙技でガイディンチームが返し、1対1のイーブンから試合は決勝ラウンドに入っています。佐山が立ち上がってきました。佐山が立ち上がりましたが、まだ浜田は立ってきておりません。浜田どうしたもんでしょうかね。メキシコのルールではリングアウトは20カウントであります。リングアウトは20カウント、今やっと浜田が立ち上がりました。通算3階級制覇というメキシコでは初の快挙を成し遂げました。このグラン浜田、現在 UWA 世界ライトヘビー級のチャンピオン、そして今年1979年の最優秀選手賞に輝いております。さあ、そのグラン浜田、佐山チームがちょっと劣勢であります。決勝ラウンド、ぜひとも挽回してもらいたいところ。さあ、佐山が入ります。そしてグラン浜田はまだリング下。山本さん、はい、それから浜田はですね、今年の最優秀選手賞を獲得して、はい、このあと2月の16日にはですね、盛大な赤プロコで授賞式が待っているんだというふうに言っておりましたけれどもね。あ、大したもんですね、はい、この小さい体ですね。まあ、そのためにも今日何としてもね、そうですね、決勝ラウンド飾ってもらいたいですね、はい、放送席、古田さん。はい、佐々木さん。先ほどの浜田なんですけれどもね、あのリング下に落ちた時にどうやら頭を打ったようですね。あ、そうですか、はい、そしてあの目のところが充血していますね。あ、そうですか、はい、しかし頭を打ったというグラン浜田、警戒であります。ドロップキック同士打ち、これはちょっと焦ったか、日本チーム、これはレインメンドーサチームが誘っていたのか、うまくかわしまして、これは同士打ちになってしまいました。さあ、ドロップキック、佐山のドロップキックを受けた浜田はリング下、そしてその隙に佐山悟が捕まっている。浜田がリング下に転落している隙に佐山が捕まっている。2人がかりの攻撃、いわゆるずるいコンビネーションが絶妙であります。レイメンドーサチーム、レネ・グハルドとレイメンドーサ、2人がかりで佐山悟を今ロープサイド、エプロンサイドで攻め込んでおります。さあ、浜田がもう1回転落、レネ・グハルドが鉄柱に持っていきました。これは苦戦であります。日本チーム、浜田がうずくまっています。リング下、エプロンサイドで浜田がうずくまっています。これは危ない、期待切りましたね。ああ、そうですね、まあ一連のパンチ攻撃でしょうか。いや、さっきね、メンドさんが噛みついたでしょう。ああ、噛みつきでしょうか。その後に蹴られてるんですよね。佐山が額を割っています。完全に苦境に立たされました佐山、浜田チーム、これは危ない、コーナーマットに持っていく。さあ、出血した額を持っていきました。そしてパンチ攻撃、レイメンドーサ、日本チーム完全に苦戦であります。決勝ラウンド同士打ち、佐山の額を持っていきましたレネグハルト。さあ、3本目に入りまして、水を得た魚のようにこの外人チームがラフファイトに出ています。同士打ちをもう1回舞いました。さあ、浜田チーム苦戦であります。危ない。山本さん、はい、この劣勢をどういう風に挽回するか、そのチャンスがあるかですね。そうですね、どうでしょうか。まあ、ベテランにやらしてやったらという感じを受けますよね。ああ、しかし反則を取ったんでしょうか。レフリーが今手を挙げたように見えましたけれども、ね、まあ、1回2回なりにして3回やってましたよね。レフリーはレイメンドーサチームの反則を取りましたか。そうしますと2対1、そういうことですね。これで浜田チームの、はい、まあ、ちょっと手痛い勝ちということになりますかね。まあ、辛くもですね、